こんにちは、ライムです。今回はモンストの激重心祭なんですけど、超春玉とあとね、星5以上の確率が 24% っていうイベントがやってるので、こちらやっていきたいと思います。 24% 結構夢のようだよね。いまだにモンストのガチャはね、星5確定とかそういうのがほとんどない、まあ珍しいゲームではあるんだけど、今回この星5確率が 24% ってところにね、かなりロマンを感じるので、これはぜひ回していきたいなと。でね、超春玉についてもまあ貯めてたんですよ、この重心祭が来るまで。ここで回すのがまあ一番いいのかなというところがあったので、ここは回していきたいなと思います。はい。で今回ね、熱いところがあって、俺劇重心祭だとさ、1段から3段まであるんですけど、これがね、10連、初回10連は全てに適用されると、1段から3段まで。だから重心祭だけでこの 24% の確率で3回引けるってことだね。まあピックアップ内容は変わるんであれですけど、なんでかなりまあいいんじゃないかな。石はここまで貯めといた人も結構多いと思うんですよね。はい。そんなわけでやっていこうかな。超春玉から使っていこうか。今日のね、僕の見た目はあんま別に気にしなくていいんで、いつもと違うなって多分ね、みんな思ってると思うんだけど、いつも僕の動画見てくれてる方はね、今日ちょっと DJ 風味な格好でいるんで、全然ね、DJ なんてできないけど、ね、こうするともう全然めちゃくちゃ DJ っぽいよね。はい、まあ、それはいい。よし、行こう。DJ っていうか、スケーター?普段は大体こういう格好してるんですよ、僕は。基本。一人でいるときとか、一人でどっか出かけるとかっていうときは大体こういう格好してるんですけど、まあ今日はね、もう自粛ムードが漂っているので、まあ誰とも、なんだ、知らない、星重心か。多分ね、最近のキャラはね、多分わかんない。この右の子は知ってるけど、左のアロンズロット、重力バリア、バリア付与、アンチブロック貫通。どっかでこれあれだな。豪絶。そうだよね。なんか最近聞いたような響きあったわ。なんかイデアとかさ。最近なんかもうこのブロックってところがさ、最近のあれ流行りギミックだからさ。だよね。アロンズロット、これ聞いたわ。聞いた。これ当たりじゃない?これめっちゃ当たりでしょ。光の貫通の重力アンチブロックってあんまいないんじゃない、これ。これは当たりの匂いがするよ。これ良かった気がする。オッケー。まあ、両方とも、アンデルセンも、は持ってんのか、僕。わからん。試着済みって書いてあるね。っていうか、書いてあるね。いつめが多分当てていたらしい。はい。まあ、星5、2台では全然いい。普段のモンストと比べたら、全然いいよね。全然出ないことで、定評があるからね、モンストはマジで。はい。ということでですね、限定キャラ結局出てないけど、この普通の初回10連ガチャ行ってみよう。24% の春玉じゃないやつ。普通の溜めた石で行きたいなと思います。どうかな?あ、まあ当たり前だけど、あれか、春玉ってあれなんだね。あれが適用されてないだね。なんだっけ、あれ、モンタマ?名前忘れちゃった。名前ど忘れしちゃった。あー、これが 24%? これが 24%? そうそう、これ、星玉だ。ごめん。星玉。今のが 24%? でも、この星玉ね、風神雷神が出れば、もう文句ないから。これ、カエサルだよな。コナン君だよな。カエサルか。カエサルさ、なんだかんだ、どっかで使えそうみたいな雰囲気を出しつつ、なんか全然使えるとこないみたいな感じだよね。そうなんだよね。なんか、パッとしないよね、カエサルね。なんか、ハマるクエがほんと出てくれれば、みたいな。ところはあるけど、なかなかそれが出ないみたいな感じあるよね。はい。ということでね、皆さんどうでしたか?僕のガチャ結果は。最初の10連は良かったんだよね。ただ20連結局してるんで、
10連で星51体ずつみたいな平均になっちゃってるんで、普通のガチャと大して変わんねえ結局ね、まあ普通のガチャだったら星5ゼロっていう可能性も全然あったけどね、全然あるんだけど、まああんまり10連で 24% 感じたけど、20連目はね、もう別にね、いつも通りのガチャでしたね。 24% の恩恵あんまり感じなかった気がする。はい、しかも星玉でカエサルっていうね、今日のピックアップでも全然関係ないかなこれカエサルだって 0.2% じゃないこれ、 0.2% のレベルで 2% の中から出てきたやつだねこれ、うん、っていう感じです。まあ参考になるかわかんないけどね、まだ引いてない方はね、ぜひこんな感じなんで、まあ運はあんま良くなかったと思うけど、まあ、ほんと引いてる人はね、4体とか5体とか星5ね、引いてる方は引いてるんで、本当にそういう方は運がいいんでしょうけど、はい、まあぜひね、まあ春玉に関しては無料なんでね、ぜひもう特にやってる方っての方が多いと思いますけど、うん、まだの方はね、ぜひ参考にしてみてやってみてくださいといったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。